ま、見ての通り、サビサビのサビまくりギアが固着しちゃって、見てこれもうサビサビだよもう。ほら、すげえ威力抜群だよこれ。こう、すっぽ抜くでもすげえこれほら、真っ黒のかわいそうなキャプテンスタッグくんだぜ どうも折りたたみ式の時間です。今回はヤフオクで買ったサビまみれの中古折りたたみ自転車をサビを落として綺麗に磨いてメンテナンスして復活させてみたっていうね内容の動画になってます。 前のオーナーさんからね、直接引き取ってすぐの時はですね、もう本当にもうね、触りたくねーっていうぐらいね、は <laughs> ビはまみれで、サビまくりでね、ほんと汚い自転車だったんですが、約10日間かけてね、じっくりゆっくり時間をかけてメンテナンス復活させてみたので、最後までご視聴していただけたら幸いです。それでは早速、折りたたみ式の時間、行ってみましょう。レッツ 折りたたみショー折りたたみ式の時間ヤフオクで4400円で落札購入した折りたたみのね自転車引き取ってきました。 ヤフオク四千四百円ということだけあって、かなりやれてる。まあ、見ての通り、サビサビのサビまくり。あとはもう本当ね、いろいろくたびれちゃってる。いや、さすがヤフオク四千四百円って感じで。この泥除けを取って、軽量化したり、ギアが固着して動かないから。これを直したり、全体的にやれまくった。この自転車を、しっかり綺麗にしていきたいと思います。それでは、早速、やってみましょう。折りたたみ。 式の時間はいとりあえずフロントホイールからきれいに磨いていってみようかなと思いますとりあえず雑巾で拭き取ってどこまできれいになるかやってみようあらあ、でもああれだななんか頑固な汚れかと思ったらあれ結構取れるねこの黒ずみみたいなのが取れないのかなと思ったらなんだなんだなんだっいけちゃうんじゃないこれ取れるねこれよし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 ,よしでもすげえこれほら真っ黒だこれ 何年間くらい放置されてたのかなもう買ったまんま何にもされてないんだろうな。雨ざらし状態で。かわいそうなキャプテンスタッグくんだぜ。とりあえず、汚れだけは雑巾で拭き取ってみたんだけど、結構これだけでも綺麗になったんじゃない今からもっともっと磨き上げるからね。待っててよ、キャプテンくん。 よいしょ今ね、ざっとこの,のね、雑巾で拭いたんだけど、それだけでもね、結構ね、黒ずみがなくなって、結構綺麗になったんじゃないのかなぁと思うんだけど、これからもうちょっと磨き込んでいきたいと思います。で、こっから磨き上げに使用するものが、こちらワーコーズのメタルコンパウンド、メタコーン。そして、このスチールウール。うん。 これを使っっててちょとと磨きき上げていきたいと思いたますこのスポークもね磨き込んでいっちゃうぜ輝きを取り戻すんだあの頃の輝きを取り戻そうぜ新車の頃の輝きをサビの色も取れちゃうねこれ本当に新車の頃の輝き取り戻すんじゃないのこれ ほらこれすんげえ綺麗になってきたんじゃないのこれなんかさっきより全然輝いちゃってるシャーって感じでホイールのえ左右をねメタルコンパウンドとスチールールでざっと磨いてみたんだけど結構ね輝き取り戻してきた感じですはいキャプテンがどんどん復活してきたぜ はいって感じでねメタルコンパウンドとスチールウールでちょっとね磨き込んでみたんだけど最初の頃よりはね断然輝きを取り戻してきましたはいまあ、まだ完璧じゃないけど全然最初の頃よりはめちゃくちゃ綺麗になりました今ね、えー、フロントホイールをとりあえずやったので今度はねリアホイールをやっていきたいと思いまーす折りたたみ式の時間とりあえずリアホイールも 磨くだけでも汚れ取れるけどリアの方が汚れがひどいなぁ。これはちょっと頑固かもしれないぞ。ヤフオクで4400円で落札した。キャプテンくん、綺麗にしてあげるぜ。 キャプテンくんを生き返らせるぞ。いやでも、リアもね、ちょっと頑固な汚れだけど、拭くだけでもね、全然違う。やっぱね、愛車は大事にしないと、とりあえず雑巾で拭いた後に、またさっきのスチールウールで磨き込んでいきたいと思います。いやでもね、スチールウールはやっぱすげえ。スチールウールパワーすごいな。スチールウールとメタコンパワーすげえ。のかな、ホイールにサビが 写っちゃってるっていうか染み込んでる感じそれがね結構取れちゃうんだよねスチールールで磨くとなかなかいい感じで綺麗になっていってるんじゃないこれいやーやっぱね磨くとね気持ちいいね気持ちいい <laughs> 綺麗ってね気持ちいいねいや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  <laughs> さっきより全然綺麗になったうんほらもうなんかねほらほらなんか輝いちゃってるもんほらテカってるもん ってことで次はこのね全体的なフレームの汚れを落としたりあとはこういうねナットとかがね錆びちゃってるんでその錆取りをねしていきたいと思いますよっしゃじゃあ次はフレームをきれいにしていきますフレームをきれいにしていく時に使うものはこれだジャジャンワークオーズのスーパージャンボー <laughs> これを使ってきれいにしていきたいと思います このフレームもね、すんげえね、汚いんだけど、めちゃくちゃ真っ黒なんだよね、フレームが。いや、まあ、でも、落ちないか、これじゃあ。これ、あの、あれだね、塗装面をきれいにする、なんかちょっと、別のアイテム買ってこないと、きれいにならないかもしれないね。スーパージャンボじゃ効かねえかもしれない。 ここら辺はあとここら辺は取れるね汚れが取れるところともう塗装面にもうなんちゅうの染み込んじゃってるっていうか全くびくともしない箇所があるね何か違うって考えないとちょっとあれだねって感じで作業してたらアマゾンで注文してたこちらのペダルジャジャン折りたたみ可能なペダルが届いたんでこのペダルを こここれからここに取り付けていいいきたいと思いますでなんでこのペダルからこのね折りたたみができるねペダルに変えるかっていうとこれからソロキャン行ったりりんして一人旅行こうと思ってるんで少しでもねコンパクトにしたいなと思って折りたたみが可能なねペダルに変えることにしましたもうちょっとでもちっちゃくなってほしいんで <laughs> とりあえずペダルすんげー錆びついちゃってるよし もうちょっともうちょっとで取れた取れた見てこれもう寂しさびだよもうとりあえず片っぽ取れたからもう片方も取って新しいペダルに取り替えたいと思いますしゃあじゃあね、この新しいペダルに付け替えていくぜじゃあね、こっちの右側から付けていきたいと思います。その前に、このね、グリスでグリスアップして固着しないようにね、 固着だけは勘弁みたいなね、えー、もうたっぷりグリス塗ってこうねちょっとなじませて新しいペダルをガッツリ組み込んでいっちゃうぜってことで両方ペダル取り付け完了そしてこの古いペダルはもうぽいしちゃうぜいでこの折りたたみペダルはこう押して一回押して折りたたむっていうねまあね若干10センチもないか10センチくらいかな10センチくらいだけれども まあね、若干コンパクトになってくれるということで、まあ、輪行にも役立ってくれるんじゃないのかな、なんて、思います。これだけでも10センチくらいでもやっぱ、ちっちゃくなってくれると、結構便利かもしんない。これは買ってよかった。オッケーじゃあ次、行ってみようで、さっきのフレームをね、綺麗にする続きなんだけど、部屋探したらね、塗装用のね、コンパウンドが出てきたんで、それで磨いてみたいと思います。それが、こちらじゃじゃーん はい。スカルデザインが粋な。ヘックス、スクラッチリムーバー。これね、塗装面を磨くあのコンパウンド。うん。これね、昔バイクで使ってたやつが部屋から出てきたんで、これでフレーム磨いてみたいと思います。こういうね、フレームとフレームの隙間。あとね、こういうなんか錆だれあとこういうメッキ部分とかもうちょっとね、くすんじゃってるんで磨いていきたいと思います。 よしじゃあねこのヘックスで磨いていきますちょっとシェイクして布につけて磨いていくよくすんじゃってるからね綺麗になればいいんだけどあでも結構結構綺麗になってんじゃないこれテカってきてるんじゃないのこれあさっきより全然光沢が戻ってきた感じあれなんか輝き増してんじゃないこれ輝きがどうあほら なんかうつあすげえ映り込んじゃってるほら手がほらほらすげえさすがコンパウンド威力抜群だこれこれこれすげえ光って映り込んじゃってるもほらピッカピカだこれ大成功だねこれねで次は隙間とかねサビサビの色がね結構フレームについちゃってるんでこれをね落としていきたいと思います でねこれねキッチン用のね隙間スティック隙間を洗うスティックなんだけどこれを使ってねきれいにしていきたいと思いますでこいつにこのスティックにリムーバーをつけてこれあすげえややっぱあすげえすげえ落ちる落ちるほらこんな落ちてるこうね手の入らないところとかこう磨いちゃって し,っかりしてあとはもう全体的にこのウエスでねフレーム全体を磨いていきたいと思いますただやっぱりサビの部分が落ちないんでサビの部分はサビ取りでちょっとねきれいにしていきたいと思います とりあえずリム場で全体的に綺麗にしていきまーす。よっしゃーってことでね、コンパウンドでフレームのね、汚れを落とせるところは結構落としてみました。ここもね、メッキ部分もキラキラ輝いてきたし、フレームのね、最低限のね、汚れも落としました。ということで、次は最大の敵のこのサビ部分を落としていきたいと思いまーす。と、その前に、 このね、サビどもと戦う前に、またまたね、アマゾンで注文していた新しいパーツがさっき届いたんで、そのパーツを組み込んでからサビと戦おうと思います。そのね、新しく届いたパーツが、こちらダイヤコンペのフロントブレーキキャリパーだーこのね、フロントブレーキキャリパーを、ここ、これ、このね、薄っ ペランペランのこのね頼りないこのねノーマルのブレーキと交換しようと思いますブレーキ交換はね至って簡単このね後ろにあるナットを緩めていってこれ全部外したらもうすっぽ抜けちゃうからこうすっぽ抜くこれそれからこのね新しいキャリパーブレーキぶっこんでいくぜ長さもバッチリキャリパーぶっこんでナットで締め上げていって でブレーキキャリパーを取り付けたらこの上からワイヤーを通してここの裏にも通して遊びをこう調節しながらワイヤーをかましていくよっしゃブレーキセット完了 いやー、ひ弱なね、あの、ペランペランのね、ノーマルのブレーキから、この剛性感がアップしました。早く走ってね、ちょっと試してみたいんだけど、うわ、めちゃめちゃかっこよくなった。これで安心して走れちゃうぜー。あとね、仕上げにこのエンドキャップを忘れないように。よっしゃブレーキキャリパーも取り付け完了ということで、最後の難関、この自転車の最大の敵、サビ。 サビ、サビ、サビ、サビ落とし作業に行ってみたいと思いまーす。そして今回、サビ落としとして用意したものが、こちらじゃじゃんサンポールともぎさんのサビ落としで、サビ落とし、行ってみたいと思いまーす。とりあえず、こういったね、サビ、落としていきたいので、液だれしちゃうので、ちょっと筆に、こうちょっとこうつけながら、液だれしないように、 このサビ落としを塗っていきたいと思いますこれで塗ってだいたい5分10分ぐらい放置して水で洗い流すで頑固なねサビの部分はもう何回も何回もやらないとやっぱりね取れないらしいのですっごい色が変わってきてますねここら辺はちょっとねサビがひどすぎるのでサンポール作戦に出るかもしんないですこのナットを外してサンポールに漬け込んで サビを落ととしてててみようかなーなんてちょっと考えてますはいはい今ですね全体的にこの茂木さんのねサビ取り剤でサビを落としてる最中なんですがえサビがね落ちてめちゃくちゃ感動したところとあまりね変化が見られなかったところがあってそれはねまた後ほどお見せすることにするとしましてこのね今映してるナットもそれほどねサビが落ちなかったパーツなんですね なので、これから、このサンポールにどっぷり浸して、頑固なサビが落ちるかどうか、やってみようと思います。まずは、ワッシャー類とね、納豆を容器の中に入れて、サンポールを流し込む、サンポール風呂の出来上がり。これで、数時間ね、寝かせてみることにしまーす。折りたたみ式の時間。はい。 パーツをサンポールにつけて3時間くらい経過したので重曹で綺麗に洗い流してみました。めちゃくちゃ綺麗になってめちゃくちゃ感動サビで抹茶色だったパーツがめちゃくちゃ綺麗になりましたサンポールすげえサンポールに感動はい。 それではサビを落とした他の部分を見ていってみましょう。え、モテギさんのね、サビ取り剤で、一体どれだけのサビが取れたのか。まずはここら辺。ここら辺もね、すごいサビが浮いてたんですけれども、モテギさんのサビ取り剤を塗るとですね、ほぼほぼ取れました。あとはね、ここのハンドルの折りたたみ部分なんですが、ここもね、サビで抹茶色だったんですが、取れました。そしてすごくね、感動したのがですね、ここのね、ハブですね、ハブ。 ここは本当にピカピカになりました。メッキ部分がサビで茶色に覆われてたんですが、そのサビがね、100%に近いぐらい取れましたね。で、こっちのリアのハブもがっつりびっしりね、サビに覆われてたんですが、サビがね、ごっそり落ちてピッカピカになりました。ただね、ピッカピカになったんですが、このね、メッキ部分が腐食してしまっていて、メッキがね、デコボクになってしまっているのがちょっとね、 少し残念なんですけれども、ピカピカになりました。そしてね、このブレーキの内側もサビが取れて、ピカピカになりました。ここまでね、サビが落ちてくれて、メッキが蘇ってくれて、ピカピカになったことにですね、すっごく満足してます。はい。 あとはですね、ここのスプロケットもですね、サビを落としてみました。でね、チェーンはですね、汚れと油とサビがひどすぎたので、このチェーンは新しいものに張り替えました。思い切って。あとは、このシートポストですね。このシートポストもサビ取り剤を塗って、サビを取って、黒のスプレーを吹いてちょっと綺麗にしてみました。 感じでですね色々細かな箇所のねフレームのねサビが取れてですね自転車全体がすごく綺麗になってすっきり自転車全体の見栄えがとても良くなりましたキャプテンスタッグが見違えたぜ はい。あと最後にね、劣化したパーツなどをいろいろ交換しましたので、軽く紹介していきたいと思います。まずはね、このグリップ。グリップはね、ODI 製のグリップに交換しました。で、サドルはこのずんぐりむっくりしたこのバネのついたサドルだったんですが、これだとね、ちょっとかっこ悪いので、家にね、転がってたこのね、WTB 製のサドルに交換しました。あとはね、こういう泥よけとか、えー、フロントについてたこの前かごね、 こういうのも取っ払ってスタイリッシュにしてみました。で、オーナーさんからね、引き取った時に動かなかったですね、ここの6段変速も、ワイヤーが固着してたので、ワイヤーの固着を直しまして、えー、6段変速しっかり動くように直しました。あとはですね、ひび割れて、もう今にもパンクしそうなタイヤも、えー、シュワルベの新品、そして、えー、中のね、チューブも新品のチューブに交換しました。 で、バルブキャップは KCNC 製のバルブキャップに交換しました。そして、ここのね、前カゴが付いてた部分にえ、ボトルケージを取り付けてみました。てな感じで、ヤフオクで購入した激安4400円、中古の折りたたみ自転車、復活したぜーって感じで、えー、いかがでしたでしょうかこれからね、こいつと一緒にいろんなところへ出かけていきたいと思ってます。つかね、これなんだか売れそうな気がするから、もう一回、 ヤフオクに出品してみようかな。ってのはまあ冗談で、えー、今回のね、動画はこれにて終了ということで皆さん楽しんでいただけましたでしょうかそれではまた次回の動画でお会いしましょう折りたたみ式の時間でした。それじゃあまた、バイバイ